大黒丸城は、福井県福井市三宅町、国丸城町にあった、日本の城跡別名三宅黒丸城。南東の市条小黒丸城と合わせて、黒丸城と総称される。くず川砂岩に面し、周囲を中石地に囲まれて独立した、低地との飛行差10メートルほどの小丘量に作られた、平山城である。地名から、三宅黒丸城とも呼ばれる。黒城とは、 約6キロメートルの距離がある。追記念は定かではないが、1337年に、北朝方の越前国主後、田高常に従いた島国からやってきた朝倉市の、初代朝倉後継が、黒丸城を治療する一条市の木材として、大黒丸城に入って、以降に記録に現れる。軍記物、太平記では、京都から下校した南朝方の新田吉だ 脇や義介兄弟と柴田高綱との間で越前をめぐる騒乱が勃発し、延元三年、県武五年2月の日の川の戦いで、新前勢が柴田高綱を越前国府から敗走させ、落ち延びた高綱が東条を拠点としたことから、物語の舞台となる。なお、太平記の中では、大黒丸、小黒丸の書き分けはなく一貫して、黒丸城と表記されている。 太平記によると、越前国府を拠点とした、新田義貞らは、延元3年、兼務5年5月に、黒丸城とその四条軍明日は七城に大規模な攻撃を開始した。5月2日の戦いでは撃退され、21日にも準備がなされたが、後代後天皇により、義貞を京都へ呼び戻そうとする動きがあったため、中断した。うる7月2日に義貞は3万の兵力で、 再び攻勢をかけた。しかし、藤島城攻略に苦戦する自軍を特戦するため五十機の手勢で、藤島城へ向かった吉定は、小黒丸城から出撃した柴方の軍勢三百と、鉢合わせしてしまい、あいなく戦死する。新田勢は、弟の脇屋義介が中心となって、なおも、柴高常と対峙し、延元四年、略王二年七月に、 黒丸城を攻略して一時は高津根を加賀に撤退させた。しかしその後奪還され、吉助は美濃に落ち、略王四年、広告二年までには越前前域は柴田勝根が掌握することとなった。その後の大黒丸城は朝倉市が一条谷に拠点を移すまで同志の拠点となったという。現在は堀と土塁の一部が残る。ありがとうございます。